どうもタツです。今回なんですけれど、500円で PS4 コントローラーを修理する方法ということでね、お話ししていこうと思います。皆さんね、コントローラー壊れちゃったら諦めてません？もう使えねえわとか言って雑に扱ったりとか、ちょっとね、無駄にね、分解してみてね、こうやってガンガン投げたりとかさ、したことないですかね。僕もね、何回もあるんですけれど、そういったことをね、したらね、まずね、コントローラーって壊れます。まず治りません。はい。では何をすればいいか。500円でね、あるものをね、買っていただければね、もしかしたら治るかもしれません。というわけでね、今回、コントローラーを修理していこうと思うんですけれど、修理に必要なものをまずね、出していきますね。はい、まずね、一番大事なもの、こちら。はい。接点復活スプレー。これね、500円ぐらいでね、買えるんでね。もうね、これがあったら、おそらくね、もう他には何もいらない。一応ね、準備した方がいいものとして、あと2点ね、紹介するけど、これだけでスティックの修理に関しては完了します。それぐらいね、有能なものです。で、続いてね、2点目。はい、エアダスターですね。これ、シュッシュッシュッってやってさ、ゴミ飛ばすもんなんですけど、まあね、コントローラーのね、隙間とかに入ったゴミをね、飛ばすためにね、これ使うんで、よかったら準備してみてください。そして3点目。はい、精密ドライバーですね。ちょっと僕結構いいやつ持ってるんですけど、これね、シャオビっていうさ、中国の携帯のメーカーあるじゃないですか。そこのね、なんかミジカっていうブランドだったかな。なんかちょっと忘れちゃったんですけど、そこが出してるドライバーです。かなりね、高品質でいいんで、よかったらね、iPhone の分解とかする方はね、ぜひね、買ってみてください。はい。ちょっと意味わからん紹介になりましたけど。はい。というわけで、精密ドライバー、必要です。まあね、普通にね、家庭で置いてある、ちょっとね、小さめのドライバーで、このネジっていうのは普通に回るんで、普通のドライバーでやっていただいても大丈夫です。というわけで、今回のね、修理の流れに関しては、僕のね、嫁さんのね、弟と一緒にね、修理をね、しました。なんで今回の動画撮ったかっていうとね、嫁さんのね、弟が、コントローラー壊れたから、ちょっと直してほしいっていうね、依頼があって、まあどうせなら皆さんにも、こうやったら直せるかもしれないよっていうのをね、ちょっとね、伝えたいと思って、今回のね、動画上げさせていただきました。まあね、分解から組み立てまで一連のね、流れで解説していくんで、まあしっかり見ていただけたらなと思います。それでは、行きましょう。それじゃあ、まずここやね、うん、このここの4箇所を全部外す、うん、なんかでもこれやっぱりエームリングが入り込んでる気がするな。俺そんな気がするわ。よし、4つネジを外しました。んで次はこれを使う、うん、ちょっと強引にやるんだけど、ここね、こう持ったら開くやん。開いた部分にこいつ突っ込んで、こんな感じで突っ込んで、ここがさ、この部分、うん、この部分がなんかちょっと繋がっとんだけど、パチッっていうまでこうガッて滑らす感じで、で次も逆も同じように取る、うん、ちょっとなパキッて怖いけど少々大丈夫、壊れんでな、両方取れたろ。そうすると両方が開いて、ここが取れたら引っ張っていく、両方ね、あほら、したらここが取れる。ここも繋がっとんだけど、うん、両方を取ったらここを引っ張れば取れる。ちょっと力入れんといけん。で配線繋がっとるやん、うん、ここな、これがちょっと切れたら困るけ、まずここ取る、抜く、武器はちゃんと覚えておくって言っても、まあこの金の部分と金の部分をつければいいだけやけ。そしたら、まあ、悪さをしおる部分があるわけじゃん。このスティックがおかしいんだから、スティックをな、取るにはこのね、中にネジがあるんよ。これをまた開けて、電池パックはな、外せるけん、これで取って、で外れたらこれ取ろう、ここの電池パックを抜く、これ簡単に抜けるけん、で取れたやん、ここはね、うん、でこれがここがさ、基板とこの前面のさ、シェルと繋がっとったけど取れんかったんだけど、うん、これで基板の部分が外れるんよ、こう引っ張ったらな、うん、でまあ、今回するのはスティックの不具合を直すだけだから、うん、こんな感じにして、あれ取れた、取ってもいいわ別に。そう、この状態にして、これスティックが取れるんだ、簡単にな、うん、抜く、スティックを、でスティックを抜いたら中に多分ね、ゴミとかが溜まってるから、こいつで吹き飛ばす、うん、でこいつな、こいつな、あんま変なとこにかけたら
なんか誤作動し出すらしいから、あそうそう、だからちゃんと狙い定めてやらんといけん、まあ、これも一か八かなんだけどね、ここね、うん、この部分につける、こんな感じで、まあ、シュッシュッとね、でその後は合わせて、でこっちも同じようにこうやってかける、したら変なとこについてると思うから、まあ、ティッシュかなんかで拭いて、背面シェルとかがあるんだったらな、このここからこういうのを全部移植してこういうのに付け替えれるんだけど、であとは戻す、スティックをつける、で引っ掛けて、うん、これな下からじゃないと入らんのんだわ、でこれがさ、ここのさ間、ここにさ隙間があるじゃん、うん、隙間に通してつけんといけんから、でこれ突っ込む感じの方がやりやすいかも、こうね、うまいことをこの隙間に通るような感じで、でさっきとあったように同じようにかぶせてネジで留める、で電池パックをつけると、ほんでさっきやった配線な、配線がある方とある方を合わせる、これであとは戻すだけと、ネジを4つつけたら終わりだ、これで完成。はい、では修理に関しては以上になるんですけれど、いかがだったでしょうか。まあ修理の流れはね、まずねネジを取って分解して、ほんでね、まあね、中のね基板とかね、ごちゃ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 やってね、やっていくような感じにはなるんですけどね、まああんな感じでね結構簡単にできるんでね、ぜひねやってみていただけたらなと思います。そしてね、まあ修理したコントローラー2個なんですけど、まあ、ちょっと今回動画の中では出せなかったんですが、2つともきっちりと動きました。エペックスレジェンズをね、2人でね並んでやったんですけど、両方ね問題なく動きました。まあ接点復活剤で治らない不具合っていうのもあるんですけど、大体治るものとしてスティックのね押してもないのに右スティック入力されちゃうよとか、そういったね問題に関してはおそらくね接点復活剤使えば治ります、まあ、もしかしたらね治らん可能性もあるんで、確実に治りますよとは言えないんですけどね、おそらく大体のそういった症例に関しては治すことができるんで、ぜひね試していただけたらなと思います。まあね、すでにね壊れたものをねさらにぶっ壊す覚悟で修理っていうものはねしていただきたいんでね、ぜひね、まあ、500円でもし治るかもしれんっていうようなね思いを込めて分解して、ほんでね、接点復活剤をね、シャーってかけてね、やってください。そしたらね、もしかしたら治るかもしれないんで。というね、今回は動画になります。まあ動画はね、以上なんですけど、僕のチャンネルではね、こういったゲームにね、関わるね、情報っていうのを発信してます。まあ主にね、製品のね、レビューだったりっていうのをやってるんで、まあ購入前のね、参考にはなると思うんで、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。というわけで、今回の動画は以上になります。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。